西方千斗流西十両三枚目アメリカミズーリ州セントルイス市出身友綱部屋東方鷹の鶴西十両七枚目鹿児島県出水市出身鳴戸部屋呼び出しは五郎行司は木村信孝であります。4勝5敗同士です。千斗龍と鷹の鶴突き押しの千斗龍ですがここまで黒星が一つ先行です。一方こちら鷹の鶴は左で回しが欲しい相撲ですがこの鷹の鶴の過去の十両4場所を見てみますと実は10日目以降の6日間の勝率が6割7分を超えるという非常に高い勝率です。これについて狩谷さんに話を聞いてもらいましたが狩谷さん、はい、本人はこの終盤戦については、ね、全くそういうことは知りませんで、私が話しますとですね、もう目をキラキラ輝かせながらですね、いやそうですかいいこと聞きましたというふうに喜んでましたねあそうですか、実は今日の相手千斗龍にですね、勝って星を5分に戻したいということで昨日夜ですね千斗龍の今場所の VTR をこう研究しようと思って見たんだそうですよ、そしたら最初に出てきたのがあの2日目下本に対して強烈な張り手のシーンなんですね、はいはい、あのシーンが出てきたんですね。ですからあっと思ってあこれはまずいの見てしまったなという形でちょっとどうしようかなというふうに迷ってたんだそうですね、ですからこの後半戦に強いというデータを信じてこれから思い切りいきたいという話をしてますね。10日目以降の6日間、過去4場所で16勝8敗という結果が残っています。先場所は10番勝ちましたこの鷹の鶴です。左の回しを取りたい鷹の鶴。千斗龍は、ご存知の通り突き押し、回しを取っても相撲が取れます。いなした送り出しました千斗龍の勝ちです。ずいぶん飛んでいきました大きな鷹の鶴。その後半戦に強い鷹の鶴ですが今日は全く何もできませんでした。やはりちょっと VTR の張り手というイメージが残ってましたからちょっとコワコワとしてましたね。さあ今の相撲です。右を差しに行った鷹の鶴、鷹の鶴も研究したということですが千斗龍の方がもっと研究してましたか。そうですね、ちょっと鷹の鶴なんか見て立ったような感じですね。もっと体使って当たっていくのかなと思ったんですけどね。千斗龍がこれで星を5分に戻して5勝5敗です。鷹の鶴は4勝6敗となりました。立ち合いの当たりからこの動きもあります千斗龍。千斗龍も今場所は西の3枚目ですからなんとかまた幕内復帰というところを目指してほしいと思いますが